あ、どうもこんにちは、ラジコンともです。よろしくお願いします。お願いします。あ、カスケードさんですね。はい、はい、お名前の方まずお願いします。のんちゃんで。もんちゃん、のんちゃん。あ、のんちゃん。あ、のんちゃん、好きな女性のタイプは、毎日こんなコーヒーを私に作ってくれる人が奥さんだよ。はい、このボディーは売ってるんでしょうか。ポップコーン入れだったようです、どうやら。あ、ポップコーン入れ。はい、これですか。はい、もうや、ここがここに、ね、今開かないんですけど、なんかパッと開いて。あ、ここが。はい、で、今物がある、はいはい、中の方はこちらになりますね。これ見たことないんですけど、マシンは何ですか。この辺は M02 っていう。 M02 ですね。で、あ、真ん中をこうオイルベースを縮めるためにちょっとプレートで直して、あ、はいはい、で動画するとこのこっちにいくつか穴開いてるんですけど、はいはい、02の S サイズ、M サイズ、L サイズ一応対応しております。あ、なるほど。伸ばせるように。これホイールベース、ちなみにいくつなんですか。185ぐらいですね。185、まあ、このカーズボディに合わせて作ったということですね。はい、これいいですよね。そうですね、でもちょっと短いんで動きが少し早いんで。あ、なるほど。ちょっと重たいものを前後に寄せて、なるほど、あの緩やかになるように工夫しています。切れ角どのぐらいあるか見せてもらっていいですか。はい、あ、このぐらい切れれば走りそうですね。はいはいはい、ね、行きましょう。飛行機、はい、こちらになりますよね。ちょっと羽が生えてますね。あ、ホイールベース延長してますよね。ちょっとフロントフォークの向きがひっくり返ってるんで、はい、長く見えるかもしれない。あ、なるほど。フロントフォークひっくり返してる。これ理由はなぜか。切れ角を増やしたいっていうのがあって、はい、でそうすると必然的にひっくり返る。あ、なるほどなるほど。え、こんな寝るのか。こんな寝ますね。こんな寝るのか。でも標準で多分これぐらい寝るはずです。あ、ダンスぐらいか。うん、一回もう一回戻してもらっていいですか。反対側で。こんな寝るんだ。これ乗るにあたって苦労した点とかありますか。これはですね、やっぱりもう一個サーブをつけないと、ええ、ハンドルがカウンターにうまくこう入ってがないんで、サーブもう一回追加してジャイロ乗せて、そっちのサーブをジャイロでコントロールする。はい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 、はい、レディー側のサーブはコントロールする。サーブを2個つけてるってどういう感じに動いてますか。いいですか。いいですよ。普通は倒れるだけでしたっけ。普通は倒れるだけですね。倒れてここに1個とね、で普通のやつが普通のやつがこっちっていうか、で、うん、で普通は多分これに三つ股がこっち向きなんですね。はいはい、これひっくり返してでつけて、でこうやってステアリングが切る。ほう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 。あ、そうですね。もうちょっと切っとってもらっていいですか。そうですね。こういくわけですよね。そうですね。ね、いや、これでこっちへ曲がりながらカウンター当てるとほら滑るとカウンターが当たりますよね。はいはいはい、こういうふうに
なのでこの状態だと、まあ、こっちへ切る、こっちへ滑ると、うん、普通の中で、ね、これでこっちへ切る、普通だと倒れるだけだと思うんですけどね。なるほど、それでサーボがもう一個ついてるんですよね。そうです、倒れて滑っても、うん、成り行きのカウンターになっちゃうので、それじゃうまく走らない、うまく走らない。でこのジャイロにもちょっと秘密がある、秘密っていうか、ええ、スタバの GY450 でした。あれの切ってもずっと切れっぱなしのモードがあるじゃないですか。なんかありましたね。そっちを使うんですね。こっちじゃないとうまく走れない、こっちじゃないとうまく走れない。こっちのステアリングにかかわらず滑ってればずっとカウンターを当ててるっていうな、ちょうどこう倒すためにこっち切ってるんですけど、うん、で普通だったらカウンターまず当ててもらって、その後自分でこうカウンター切ってきますよね、うん、でそれだとこいつは起きてきちゃうので、うん、オートバイが、うん、まあ、そいつはもう曲がる方向に切ったままにしときたいんだけど、カウンターは当ててほしいので、このジャイロを使って、ここヘッドロックジャイロいいんですって言ってもわからないかもしれません、まあ、このジャイロがいいんです。いいです、これいいです、これがいいです。スタンディングやる人にはこれがおすすめということですね、はい。これ3代目ですよね。3代目です、すみません。アコスタ？アコスタですね。まあ、外から見ると、はい、何の変哲もないアコスタなんですけれども、何が？何が？軽い。軽い。軽いか。軽い。ああ、なるほど。900グラムボディ込みね。はい。ボディバッテリー込み。900グラム。表から見るとなんだかわかんないんで、ええ、裏から見るとあ馴染みのあるやつみたいな。あ、これ F1 じゃないですか。 F1 ですね、馴染み F103 っていうやつ、タミヤのやつですね、はいはい、これ何がついてるんですか。これフラットボトムにして、ああちょっと床面の流れを利用して少しでも、もしかしたら地面に張り付くかもしれない。ああ、セーブ効果ということで、はい、でちょっとリア上がりなんですね。エサを意識してたんですか。はい、でこれでちょっと最後ここもディフューザーっぽくこう上がるようにこうして、効果はどうですか。なんかね、今日も初めて持ってきたんですけど、どうやら高速コーナーはいいようです。あ、高速コーナーバッチリ、なんかいいようです。あの GT500 っていう元々の、はい、これジャイロはどこにあるんですか。ジャイロはですね、実は裏側にここに、あ、ここにいるんですか。なるほどなるほど。これ切れなくてあるんですか。これぐらい十分ですね。ありますね。これどうやってこういうとこまで切れなくてどうやったんですか。ちょっとナックルを、あの作り直しましたね。ゴリゴリ切った切ったっていうか、であとちょっとこういうとこ削ってですね。ああ、はいはい。でタイヤは実は F1 タイヤなんですよ。ホイール、あ、F1 のホイール、このスポンジの径をこの樹脂タイヤの径に合わせてちょっとタイヤセッターで削って、はいはい、でスポッとはめて切ると、あの六角ハブのなあれでなくてもこれで、なるほど、これでいけちゃう。すごい人がいますね。面白いお客さんですね。
知ら閉める。